し。あ、こんにちは。ワクワクさんです。はい。今日はですね、仕事が終わりまして、毎度おなじみ、ヌクシナのフォレオに来ております。時刻が17時を回ったところです。さあ今日は、ダイソーで噴霧器を買って、泡泡ジェットみたいなものを作りたいと思います。はい。スーパー泡泡ジェット、マシンを作りたいと思います。はい。どうぞ最後までよろしくお願いします。ということで、今からダイソーに行って材料を仕入れてきます。はい。多分700円ぐらいで揃うと思いますんで、早速行ってみましょう。見てください、この汚れ切ったブレーキダストとか鉄粉もぐれのホイール。はい。ガリ傷もありますけども。これをね、ちょっと週末に洗おうと思って。はい。それのための準備です。なりました、買ってきました。あのね、何を作るかというと、まあもうサムネとかタイトルに出てると思うんですけど、この噴霧器ね、農業用の、まあ、園芸用の噴霧器をちょっと改造して泡が出るやつにしようというね、まあ、これはもう YouTube でねたくさん動画アップされてるんですけど、そう、昨日たまたまその動画を見つけてね、あ、こういうものがあるんだと。そう、あの洗車のね、こういう洗車専用のガンがあるじゃないですか。あれって結構値段がするんですよね。そう。ね、5、6千円とか、ね、もっといいやつはもっとするんでしょうけど、これだったら、まあ、これが300円。で、まあこれ今から使うんですけど、レンジフードフィルター。これが100円。で、まあピンセットと、一応これね、キリ、千枚同士。が必要だったんで、ちょっと千枚同士家になくてね、ハンドドリルっていうのを買ってきたんですよ。要はこの中の、まあこの後やるんですけど、この中の、ある部分に穴を開けないといけません。まあちょっと早速やっていきましょう。よいしょ。さあこんな感じで、ちょっとね、本体は一旦置いておきます。はい。んで、ちょっと待ってよ。ノズルをね、あ、これはあの作るところをね、そんなにあの詳しく見せる動画じゃないんで、はい、作ってるあの様をね見てもらう動画なんで、はい、キャップを外して確かこのね中のなんか蓋みたいなのがあるんですよ。それをねちょっと外さないけんのんですけど、あ、ハサミ忘れたな。ちょっとハサミ持ってこないけんな。ね、よいしょ。これこの中の、え、これなんか思ったのと違うんですけど、あ、取れた取れた取れました。はい、中のこの蓋みたいなのをね一回外して、そう、でこの中にこのレンジフードフィルターをカットしたやつをね、幅が縦2センチ、横幅10センチぐらいにカットして、それをくるくるっと丸めたものをね、このノズルの先端の部分に詰め込むみたいです。ちょっとあの、ハサミ持ってきますわ。ハサミ忘れた。よいしょ。はい、ハサミ取ってきました。よいしょ。こんなん買ったの初めてよ。レンジフードフィルターとか。何枚入ったか。
こんなにいらんのんですけどね。めっちゃでかいじゃんこれ。こんなにいらんいらん。だいたいまあ目分量でちょっとカットしていきます、はい、そんなにピッチリしてなくていいみたいなんで、幅がまあ2センチぐらいで長さが10センチぐらいと、これぐらいか、うん、はい、こういったものをこうちゃんと映ってるかな。今日はクワクさんなんでね、こんな感じでくるくるくるっと丸めて、はい、こんな感じで丸めて、でこの中に入れ込むわけです。これをなんかピンセットでやるかな、動画では。よいしょ、こんな感じでこの中へズボッとギュッとグッと押し込んで、でこの蓋をまっすぐ入れると、またしっかり蓋をまっすぐね、まっすぐ、おりゃグッと、よし、はい、入りました、蓋も。よし、でこれをまたノズルをこれ戻すと、よいしょ、ギュッと、よいしょ、はい、 OK です。はい、これであとね、ここへ、上からちょっとこれ外れるのかな、上からね、この細い方の管の上から2センチぐらいのところへ千枚通しでね、穴を開けて貫通させます。だいたい2ミリぐらいの穴って言われてましたけど、そう、どっちが大きいんだ、こっちでいこうか、大きい方のドリル 1.5 ミリなんで、これがドリルで開くんかな、これでね、まあだいたいでいいと思いますよ。これ外れそうにないんで、外して壊れちゃいけないんでね、ちょっとこれ2センチ以上だけど、まあ、この辺にこのギリギリのところへ、ね、ちょっと開けてみたいと思います。お、すごいすごい、ちゃんと入るよ、ほら、でこう下もちゃんとしっかりこう貫通させるとね、はい、 OK、 これでこのちっちゃい方の管にも穴が開きましたんで、さあ、ほんでね、普通のね、中性洗剤、中性洗剤か、食器用の洗剤、30ml 入れて、ほんで水を、まあ、1リットルぐらいのところまで入れて、はい、それで、洗車の洗剤を作ります。あ、そう、何を洗うか言ってないね、言ったっけ、ホイールを洗うんですよ、ホイール。あの汚かったホイールをね、洗うためにちょっと準備をしておこうと思って。はい。よし。じゃあ道具は使ったらちゃんと収めましょう。ね。はい。じゃあちょっと一階へ降りて洗剤を作りましょう。確かね、30ml って言ってた気がするんですよね。あ、そうかそうか、やっぱそんなもんよ、ね、ん？いやいやいや、動画でね、ある人がやっとったの。30、これぐらいか。え、あ、50入ったね。まあいっか。ん？ちゃんとできるかね。だから噴霧器だから、あの改造する前の状態だったら、あの普通にまあ霧状にしかならないんですよね、泡にならない。そうで、水をまあ1リットルちょっと入れようかね、ちょっと洗剤が多かったんで、うん、もうちょっと
1.3 ぐらい、はい、水入れましたんでね、ここまで入ってます。楽しみですね、どんな感じになるかね。ソータ、ダンボール使わんよ。なんでダンボール使うの？これは洗車する時の、 あの泡が出るやつをね作ったんよ、改造して。まだ成功するかどうかわからんけど、YouTube でね見つけたんよ、そういう動画を。ちょっと振ってね、はい、楽しみだね、どんな風になるか。ちょっとあの実験してみましょうか、泡が出るかどうか確認してみましょう。はい、やってきました。もう夜なんでね、声ちっちゃめていきます。よし、あたたたたたた、はい、じゃあこれまずこれシコシコするんよね。よいしょ、6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10、お、熱たまった。いきますよ、皆さん、いくよ、せーの。あ、すごい、あれあれ、あ、あれあれあれ、なんでなんであれ、なんか詰まっとるな、詰まっとるぞ。もっとプシュッと行く予定なんだけどね。ちょっと待って。なんで？あ、ちょっと圧がかかっとるけど。ちょっと待って。なんで？ここ開けたらここからなんか抜けてきたし、やばいやばい、ちょっと待って、緊急事態発生。だって思った通りならんかったな。んでなんで、一旦圧を抜きます。ここをねちょっとね開き気味にしてみました。ここをねキュッと閉まっとったのをちょっと開いてみました。これでなんか出るわ。ちょっと待って待って。なんで穴開ける位置が悪かったんかな。いや絶対この先っぽね、なんか問題は。これちょっとウエスがちょっとごつすぎたんかな。ちょっとウエスじゃないわ。これをもうちょっとちぎってちっちゃくしてみましょう。よいしょ、半分で、よいしょ、よいしょ、これでどうよ。なんでうまくいかん。
このダイヤルで調節ができるんじゃ、こう回すほどストレートになるんじゃ。あ、いい、できた、やった、大成功。どうですか、これちょっとね時間経ったんですけど、ほらしっかりとした泡になって、ね、まあ今日は洗わないんですけども、すごいしっかりとしたクリーミーな泡になった。いやーすごい。はい、ということで、大成功でしたね。はい、噴霧器を改造したスプレー、あの泡ジェットね、いやいいんじゃないでしょうか。今回あのこのフィルターをね、レンジフードフィルターを高さ縦2センチ横幅10センチでカットしてやったんですけど、どうもそれだとね、ちょっと詰まってね、当初出なかったでしょ。そう。あんな感じになるんで、僕はちょっとそれを半分に切ってね、そう、ちょっと短めで、くるくるっと巻いてやったら、ちゃんとブシューと出ました。はい。まあその辺は多分ね、このものによるんだと思うんです。これが多分ね、ちょっと厚手なんでしょうね。僕が見た YouTube でやってた分より、そう。薄手の分だったら、まあ、10センチぐらいの幅でいいんでしょうけど、これちょっと結構ごついんでね。はい。これ。この分ね。ダイソー。僕はダイソーのこの分でやったんですけども。これだとちょっとごっついんで。そう。ちょっとちっちゃめでいいかもしれません。はい。じゃあ、まあ、多分週末、時間があれば、そのタイヤをね、ホイールを洗浄する、動画を撮ろうと思いますんで、こいつを使ってね、はい、液材はそのまま取っておきます、このままね。はい、じゃあ、本日のワクワクさん動画はこの辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。